まあ、後半ですね、はい、後半は朝鮮の古代朝鮮の話になります。それでですね、まずその、古代朝鮮の中でも魏志倭人伝と同じ時代の魏志漢伝っていうのがあるんですね。その兄弟のね、兄弟文書魏志韓国伝ですね、要するに、について考えていくとですね、多分見やすいと思うんですけど、その隣のページかな、こういうふうにあると思うんですけど、ここはあの一応魏志韓伝っていう書物にまあいろいろ記されている諸国のですね、まあ位置を、まあ、推定して、私が推定した分もあるし、そこだっていう定説もあって、まあ、まとめたのがこの図なんですよね。で、まあ、まず、まあ、魏志韓伝っていうのは3つの韓がね、まずこっちの方の韓国の西の方にあったのが幕韓っていう領域ですね。ソウルの方からこう西のこの辺を幕韓って言ったね。でこっちが新韓っていうのは、こっちの達韓って書いて新韓っていうのはこの東の方のね、この辺を新韓、まあ後の新羅ですね。こっちはまあ後の百済になるんですね。で弁韓っていうのがありまして、その間にこれがこの辺ですね、ちょうど。でこのラインで一応私区切ったんですけど、この45度のラインと90度のラインの間の領域をまあ弁と、まあ、言ってたんじゃないか。でこれは後のそのミマナっていうですね、ミマナ日本府とかっていろんな問題が起きている、まあ、ミマナの領域、あるいはあのカラですね、パヤとかカラとかっていうね、まあ国々のあった領域とで3つにまず分かれて書かれているんですね。でこれはどういうことなのかっていうのがあれなんですけど、まあごちゃごちゃっとこうこの中で書いてるんで分かりづらいと思うんですけど、まあ、要するにその中にも何本かこの国名を見ていくとですね、その国名の頭とかにつく漢字があるんですね。でその漢字をそのぐーっとまとめていくとこんな感じになって、例えばその日とか卑弥呼の日とか理とかね、あの難しいのなとかっていうのがたくさんつくのはこのピンクの領域なんですね。一番あんまバカの西側って言いますかね、これヒとかミとかヒミコ、ヒナ国とかね、ヒミ国とかね、なんかヒミコと関係するのはヒナモリってのもありますけどね。でこういう、まあ、ヒナモリは魏志倭人伝の中で出てくる感じですね。ヒとかナとかミとかっていう領域がまずここにあると。でその横にロっていう領域、ロがたくさん、半ロ国とか韓ロ国とかコロト国とかロってつく領域があって、これはロですね。で山、山地になりますね、この辺はね。なんでロなのか、道路のロですけどね、まあ道のがあったからロなのかもしれないですけど、抜け見る道があったとか、ね、まあ、ロがあると。でここの辺が水色のが実ですね。あの実はその三浦山国とかね、たくさんですね、三浦水戸国とか実ってたくさんつく、実がつく領域があって、これ水じゃないかと思うんですけど、個人的にはね、海の近くだから川が、こう大きい川が楽東湖って流れてますかね。これ実、水の実で、和人伝の中にも見って出てますけど、でその下側に邪馬台国の矢ですね、矢っていうのがつく、綾国とか、まあ金茅国とかね、供養国、供養韓国とかね、和人伝にも出てきますけど、矢ってつく領域が、でその上にこの馬がつく領域があるんですね。これは三浦山とか、あの前の国とかね、まあ、馬がつく領域がここにあって、これはどうもやっぱり山地なんですね、こう馬っていうのは。だから馬っていうのは山の意味で馬って呼んでて、
でこの馬縁国ってのは馬が馬が伸びる国って書いてて、ここはちょうどその産地がこう伸びてここまで来てるんですね。だから馬が伸びる国で、だからの馬っていうのは多分山が山のことを言ってるという。でまあその中あと炉っていうの室とか白とかね、白国っていうのは後の新羅のね、あの徳炉とかで、炉っていうのが南北は室っていう形で無水、まあなんだか室国とかで、ね、室炉っていうのが出てきて、これが後々の日本語の村ですね。まあ室村とかね、炉っていうまあ領域があったと、緑黄緑とかね。でまあ、それでその馬関っていうのが、まあ、最初は全土を治めてたみたい でその馬関の中の月子国ですね、まあ、木子国っていうんですけどとも書いてるんですけど、どっちかわかんないけど、この近くのところに御身っていう臣下の臣ですね、大臣の臣ですね、まあ御身臣っていう国がたくさん見えてくる。これはその国の家臣のね、家臣団のね、赤い領域ですね。家臣団の国を多分秦と。で実際その秦地っていうんですね。その特にその家臣の中でもその上の方のくらいのね、あの義士の観点にはね書いたんですけど、秦地っていうまあそういう人たちが住んでた国から秦、御身がたくさんつく。でこれが日本にもそのちょうど後の古墳時代ぐらいになってくると御身っていうのが出てきますね。例えば、うん、ぬかたのめちゃくちゃなんだか御身ってね、たくさん御身村自生地って、御身と御身っていうのは皇族ですね。要するに皇族の子孫のことを御身っていうんですね。まあ、いろんな御身があれですけど、物の部屋村人出すけね、で村寺っていうのがまた別にあって、その村寺のまあ 室ですね。要するにその地方の首長っていうですかね、地方の村の長、村長みたいな人たちのことをまあ室っつって、この辺にね、地方にちょっと海の横あたりですね、外れたところに、これ村寺っつって、まあ日本でもその海の下に村寺っていう川根があって、まあ、村寺っていうのは地方のね、首長とか、あるいはそのまあ天皇と関係ないそのどっかの神様の、子孫を御身村寺って言って、ちょっと、まあ、分けて、こういう制度がここの義氏の時代に、義の時代ですね、あの漢の次の義の三国時代のね時代ですね、紀元後200年とか、そのぐらいの年代の話です。まあ、こういうふうにちょっとまあ国の名前を見ていくといろんなことが分かってくるんですけど、でまああとその黄色で囲ったのが外っていう領域で、これはその罪人がですね、あの逃れて罪人がここに逃れれば捕まることがないっていう、逃れの地って言われてる外っていうのがあって、まあ、この真ん中にあることもあるし、こういう外れですね、要するに罪人がやっぱり行くとこですから、まあ、こういうとこに外って、沿ってとかね、まあ、で外に、まあ、またその祭司の、ね、主張がいると、天君とかね、こういう韓国の旗竿をね捧げる祭司の沿ってって言うんですけど、のいやそういう祭司を捨てた主張天君っていうのがいるのが外っていう、まあアジールって言って、まあ、これはその世界各地に罪人の逃れ場ということで、まあ、そういう特殊な領域がね、なぜか韓国にはたくさんあるんですね。で、まあ、その他その不死っていう領域がちょっとありましてですね、不不死、不不民、不死、不って書くんですね、不死とかね、ここにもある。で、これは後でちょっと説明するんですけど、まあ、結論から言えば、まあ、ある Y 族のね集団が分散していったところなんですね。まあ割いてこうもらってそこに住むことになったという地域で、フシが外とフシとこの辺のね弁官にもあるわけですね。フシフシちょっと外れの方ですね、やっぱフシもね、
まあどちらにしてもその、そういう人たちが住む場所として設けられたのが不思議。こういうふうにこう分かれるわけですね。で、まあ、その他順とかこれは後で説明しますね。あと大宝群っていうのがここにありまして、これは中国当時のその魏ですね、魏の直轄地ですね。要するに馬漢の上にある、まあ、大宝群、落楼群っていう形で、その魏のですね、あのいわゆる魏の国内ですねが、まあ、この辺だったと考えられるっていうわけですね。で特にそのソウルのですね、この漢口っていうのがあるんですけど、この多分北側をその大宝群って知ってたんじゃないかなと思うんですよね。そういう説もあるんですけど、まあ要するに大宝の大は宝が四角いっていう意味ですから、で大っていうのは大水の大ですね、こう帯水のこの大水って言いますから、大で四角いから、四角い領域だから大宝群と、まあちっちゃかったような気がするんですけどね。まあそんなここであって、そのはでこの大きな川でね、ソウルのね南を流れる大きな川で分かれてて、その大宝群のすぐ下に大石作国、小石作国っていうのがあって、これがその以前お話しした積村道古墳群ってね、このちょうどソウルのこの観光の南側のこの辺にねあるんですね。これを石って書くのは多分その領域だろう。ってことは逆に言うと大宝群はそれより北だったってことを意味してるってことは、まあこの国名をと一一をこうやっていくことによってだんだん分かってくるわけですね。まあ、これがそのページで、でそれでですね、まあどういうふうに見ていくかな。そうですね、まあ特に韓国の火薬国とか火薬国とかっていうあれなんですけど、ちょっと動画を見て歴史を多分イメージしてもいただいた方がいいと思うんで、ちょっと古いんですけど、こんなのがいいです。韓国の首都ソウルの国立中央博物館で亡客の王国または神秘の王国と言われたカヤの輝かしい遺物を網羅する大規模のカヤ文物特別展示会が開かれました。と韓半島を舞台にその基本を固めていきつつあった韓半島南部の納豆岩流域では、カヤ国が新しい政治集団として台頭し始めたのでした。カヤを時代別に区分してみると、紀元前1世紀後半から4世紀に至るまでを元三国時代と称します。それから4世紀と5世紀の前半は納豆岩下流領域の金環カヤを中心とした前期カヤの時代であり、5世紀の後半から526年大カヤの滅亡する時までが後期カヤであるのです。カヤが部族国家として誕生し、その勢力を拡張させていった納豚岩流域です。奥までこう入れる緩やかな動きの感じですね。でこれが姫神は姫神っていう物語にまつわる白王の御陵があります。で白王のお墓なんですけど、ここはぜひもし行かれることがあるとで我が白王初期カヤの9人の族長が九時の峰で九時の呪文を唱えるや、天から6つの卵が降りてきたので家に持ち帰ったところ、翌日6人の子供が出てきて、そのうちの最初に出てきた子供が金環カヤ国を建てた白王になったという言われを持っています。キムさんね、後々の
元三国時代のものとされる京山南道チャンオンの田堀遺跡地です。この時代には青銅器の生産が金の木によって、その代わりは鉄器の製作が盛んになっていました。丸太で作った貝桶型の棺です。周囲の副葬品遺物のうち、これは刀の鞘に漆塗りを施した漆鞘銅剣です。木の絵付きの鉄の斧や杖など各種の鉄製部品や道具などは、そのほとんどが韓国式の独特な形をしています。祖孫王朝時代の鍛冶屋の絵に見られるようなやっとこや金槌などがすでに早時代にも使われていました。鉄製の銅剣、銅の矛、貨幣の使用を裏付ける種類の古銭、銅で作った鏡です。元三国時代の各小国は交易、戦争、統合の過程を得ながら発展していきました。また中国ができました。その国基地から出土されこの形式がとても特異なものです。金の冠とか、無料製の冠です。これはまた別の機会で前の日だとお話したと思うんですけど、まあ、こんな感じで蚊帳の文化っていうのですね、すごく発展してて、まあ、その発展を、させた理由というのが、その落老部ですね、先ほどの大宝とか落老の中国人が住んでたところから、まあ、ある時期にですね、あの南下した人々がいるという伝承があるんですね。まあその話はちょっと後でまたしますね。で、まあ、具体的にそうですね、これがその韓国の今の主要都市をですね結んだラインズなんですけど、まあ釜山とかテグっていうところなんですね、結構有名なテグ、まあ、大帝とかね、とずっと伸ばしていくとこれソウルね、この見ていく、すごく大きな都市を見ですね、まあ、キメですけど、正確にはあキプサンかね、うん、であとその慶州っていうのが新羅の、まあ、日本の朝鮮版の京都みたいなね、すごく古い都で、まあ、これずっと伸びていくとテグの上を通って関州ってね、まあ、こういうところに大きなね都市で、これ関州ずっと行くと天安を越えてまたソウルに行くとかで、このようにきれいにこう方角状にね、こう宇鎮っていうのはこうこっちから日本に行ったとかね、ああこまあ違うか、宇鎮はあのこっちか、まあいろいろあるんですけど、こうでずっと行くとこうね、きれいにこう草太陽中州平卓ね、まああとそのこっちに甲州っていうのがあるんですね。甲州事件とかね、昔なんかあった、私はあんま知らない時代ですけど、甲州っていうのもこう大きな都で、ここにラインがねこうずっと伸びてるラインがあって、まあ、最後釜山からこう信州して甲州に伸びていくラインなんですね、まあ、こういうふうにある時期に韓国の都市っていうのはそのきれいに整備された形で作られた時代があったと、そういうのが分かるんですね。で特にその甲州ですね、先ほどの全羅南道ですけど、この辺の甲州にちょっと注目していくと面白いことが分かるんですけど、まあ、甲州についてはですね、その文国、蘇国、あるいは旧氏、宇丹国ですねなどがありますですね、まあ、あとそのこの辺のとさらにちょっと南には南原とか旧霊とかね、こういうあれがで、後々神宮皇后のね記載ですね、その仁徳天皇陵とかその時代、仁徳とか王神の時代に、まあ、和の軍が水間の領域を越えてですね、美馬なこの辺にあったと言われてますけど、越えてさらに甲州の方までね行ったという話があるんですけど、その辺の
ところに行くとですね、この辺だとこう前方後円墳がねやっぱりあるんですね、日本式の。で南部が確認されてて、まあ、ある時期にやっぱり日本人がちょっと入っていったようなあれはあるんですね。でまあいろいろ後々次回お話しする今のね4いや今じゃない四軒数上の、ね、話とか、あるいは、まあ、定とか多佐とかね、果たしと関係するような名前ね、ここが、まあ、この辺にあるということなんですけど、まあ、この九州単語がちょっと覚えてほしいんですね。でまあこの九霊ってのはここにあるんですけどね、クレってね、クレハトリっていうのはね、あの朝鮮からやっぱり来てるってね、渡来人と一緒に、それクレとか、まあ、あと九死とかウタンっていうのは空とか九とかね、まあどうもなんかどこかの民族で見たような北方遊牧民にね多いあれなんですけど、で先ほどのように不死とか不味とかっていう、まあ、特殊領域もあって、まあ、外のね領域もこの辺にあるわけですね。まあ、でこういうふうな形で、さらにですね、この弁官のあたりを弁士のあたりを拡大したのがこの図なんですけど、まあ、先ほどに釜山姫で信州っていうのを聞いて呉甲州、こういうまあラインがまずあるわけですね。でこれは慶州にこう上っていくラインとか、いろいろこういう慶州、手具清州、漢州、禅州、まあ、こういうラインがあって、これからいろんなことが分かってくるんですね。で特にそのですね、まあ難しい話はあるとして、弁官と神官の関連の諸国の記載があるんですけど、まあ今ちょっと列挙してないんですけど、ずっと何十カ国かね、こうずっと並んでるんですよね。でこの並びを見ていくとどういうことが分かるかっていうと、まあ具体的にはですね、まあ岸関連をちょっと見ていただいた方がいいのかな。岸関連っていうのはまずですね、岸関連で検索すると出てくると思うんですけど、こう3つの弁神殿、新関連っていうのがありまして、まあこんな感じでですね、いろいろ弁神殿のね、あの習俗とかいろんなのが書いてて、まあ、それで四国の記載もいろいろあるんですけど、あれどこ行ったかな、弁神殿、馬関殿、馬関殿、馬関殿だと例えばこういう感じでずっとこう無水国あり、総外国ありで、ずっとまあ南、上北から南にずっとですね、下四国があって、うーんちってこう最後の方、南の方行くんですね。で不死不運国とか慶次国、まあずっと南の方にこう行くような記載の仕方があるわけですね。まあこんなのがやっぱり弁神殿とか新関殿にも似たような方向性があるんですけど、ただこの方向性が記載順序の方向性というのはその重要なんですよね。後々の伊氏和人伝のとこでもそういう話が出てくるんですけど、でずっとまあその儀式関連の記載方法をまあ追っていくとですね、まあ具体的にはまず手部から三つ葉っていうのはこのちょうど三間のね真ん中あたりですね、三つ葉を得てまず姫まで行くですね。手部から三つ葉を得て姫、ここに行って姫からさらに今度海峡を渡るんですね。姫から海峡を渡って、まあ、この辺通ってで巨星だよね、巨星っていうこの島がどこまで行って、これ古瀬って古瀬市っていうのがあるんですけど、後々ね朝鮮に行ったり来たりする氏族があるんですけど、竹内宿だよね、古瀬をで東へ行って清新して、まあ、信州ですね、信州北上してまた手に戻る1回目ですね。で、まあ、コリョンっていうこの小文字のポーカヤっていうですね大きな国になった、まあ、とこを通ってテグに1回戻る。
で今度テグからですね、ちょっと今見たんですけど西北に行ってまた戻ってくるんですね。で戻ってきて、まあ、最終的にこの辺経由して慶州に今度、ね、止まるわけですね。慶州に戻る。で慶州から今度南下して釜山の方に行って姫路に行って、まあ静止してまたぐるっとテグに戻ってくるね。だからその儀式関連ではそのぐるぐるっとこう道を沿いに何回かね、あちこちこう使者が回った順に国名を書いてって、まあその2回回ったので結局テグのある馬円国ですね、先ほどの馬円国は2回見えるんですね、先ほどのずらーっと順番の中に。だから2回見えるのは要するにぐるっと2回回って2回戻ってきたからってことを意味しているわけですね。まあ最終的には またこう行って今度釜山に行って今度ウルサンですね、こっちの方回って慶州行って宇治行ってね、今度このもうちょっと北の方ね行って行ったっていう、まあ 3回ぐらいぐるぐるって回って見てきたんだっていう記載書に、まあ、これが書かれてるのが分かるんですね。これは馬関伝も同じことで、そうすると新関伝もまあ多分同じだろうと。でその中そことを理解するとですね、まあ、魏志倭人伝にもまあ応用できるだろうと当然。で魏志倭人伝を見ていくとですね、まあこんな感じで魏志倭人伝の場合は書かれてるんですね。まあまずはその中国から伊都市対馬とかですね、あのまあ壱岐島を渡って、まあ、松露国に行って、松露国から伊都国に行って、あ、まあ、ぬ国で文国に行って、文国からまあ皆真皆にね山瀬国に行ったとかって、こういう、まあ、部分があって、大体まあ伊都国はその糸島半島のこの辺で、松露国っていうのはまあいわゆる松浦があった唐津の近くですね。で文国っていうのは海神社っていうのがあって、まあこの辺だろうと、福岡のねこの東の方だろうと、まあ、大体定説で、でその間にぬ国がですねあるだろうって話はまあ大体定説通りなんで、ここは省略するとしまして、その後にその何ですかね、位置とかこういう距離をですね、まあ略載する、要するに略して載せなかった、載せない、よく分かんないからっていうのがですね。でそれがその30カ国ぐらいあるんですね、こういうふうに。でその場所がですね実は重要で、この30カ国をどこと見るかで九州説か畿内説かに分かれてるんですね。で畿内説の人はここからずっと今度この30カ国は岡山とか大阪を経て、まあ、奈良に入るまでの30カ国なんだっていうし、九州説の人はまあ文国からずっと九州をぐるっと回った記載なんだと、だから30カ国はこの中にあるだろうっていう、まあ、考え方をするわけですね。で方向がうんぬんって話なんですけど、でそれを先ほどの魏志関伝 の要するに書き方から応用して見ていくと、まあ、道路沿いにやっぱりぐるぐる街道沿いにねまず回っていっただろうってことは予想できるわけですね。で、まあ、どういうふうに回ったかってことを考えていくと、まずですね、あの美濃国っていうのがね真ん中ぐらいに出てくるんですね。次美濃国あり、で、まあ、最初の方はちょっと抜かして、美濃国っていうのを、三井の三山ですね、ちょうどその有明海のあれですね、あの辺この辺なんですけどこの辺のね大きな川のあるところのこの辺を美濃国って言ったんじゃないかなと考えると、でそこの下に空屈国っていうのがあって、これが菊池っていうね、あの中この菊池市っていうのがあるんですけど、熊本のねここじゃない、だから美濃国から菊池空屈国までまずこう海沿いにねこう南下してて、ここに上陸したと、まあ僕は考えるわけですね。で菊池国から
どこ行ったかって話で考えていくと、あの富国っていうのがですね、この富国っていうのはそのちょっと南に宇土とか富豪とか、まあ、こういう地名があって、次にやはりシャヌ国っていうのがね、というかね、シャヌ国っていうのがそのどこだか分かんないんですけど、次がその大祖国っていうのがね、この大祖の祖っていうのは阿蘇山の祖と考えると、ここからこう阿蘇山に向かっていくね、シャヌ国、大祖国、ソヌ国、大祖国、ホイ国ってね、この辺の阿蘇山の近く見ていくと立野とか、あるいはその、立野とかどういった、そうですね、まあ阿蘇、ハノってですね、シャヌン、ハノ国と阿蘇、大祖国にあって阿蘇、もうちょっと東に行くと滝水、玉城、武田、大北、大祖国ね。で、その国っていうのが、まあ、ここにあって、その国については、まあ、阿蘇ですね。まあ、この辺もです。で、次の固有国については、ちょっと北に、九十山ね、九十とか、九十山とか、まあ、湯布院の湯布、温泉のある湯布院の湯布ですね。九湯、湯布、ね、湯布、まあ、紀勢って言いますね。で、あとその次がケヌソヌ国っていうのがあるんですけど、これを、まあ、宇佐の方までずっと阿蘇を経由して上上がってて、ケヌソヌ、この辺だとすると上付けのケヌ、ケヌ氏っていうのですね、宇佐にね、宇佐の方でケヌソヌ、ソヌは、まあ、阿蘇のソヌ、ケヌとソヌの間みたいなね、ケヌソヌ、まあ、上付けぬ、宇佐、ね、で次が紀国ですね。紀っていうのはその、例えば国東半島のあたりを紀、あるいは、月、月地、あるいは、まあ、紀がこの辺につくとかなんですね。で、そうすると次の岩国はどこかっていうと、まあ、紀国、ここケヌソヌ国から今度こっちの都とかね、あの宮古郡、宮若、飯塚の飯、井川の飯、いいですね、岩国ってとこに、まあ、ここからこういくわけですね。で、岩国の次が、絹国。絹国ってのは、北九州の方に、こう、木、こ、ん？この、木のってのは、地名があるんですね。このとか木のとか。まあ、これは絹国だろうと。すると、絹国から、次に、山国ってのがあるんですけど、山国っていうのが絹国からこう南に行くと、こう鎌田原とか大きな遺跡があるんですけど、鎌とかね、山っていうとこが、まあ鎌ですけどね、あ、出てくるわけですね。で、その次の空人国、空人国はじゃあどこだっていうか、ここから今度こっちの南に、鎌田原から南にこう抜ける道があるんですけど、ここ行くとクズってとこなんですね、クズ国。ちょっとこっちで見た方がいいかな。そうですね、ケヌソヌ、キーケヌソヌ、キー、あ、岩、岩に行って、キヌに行って、カマに行って、あ、山に、で、こう空人でこう戻ってますね、これね。で、クズっていうとこがあって、これクズっていう地名があるんですけどね、まあ、クズってとこに行くと。で、まあ、最終的にまたちょっと水だけで申し訳ないですけど、その後空人から、まあ、クズ、日田も、日田市っていうのがね、ここにあるんですけどね、あの義の曹操の鏡がね出土したっていう、日田のことも、まあ、昔肥薩って書いてクズですね、まあ、クズ、クズ、空人国ですね。で、次にじゃあ張国っていうのはどこかっていうの、張国っていうのはここは空人から東に行くと浮羽とか萩っていうね、萩っていう地名が、萩公募石があるとこですね、で萩国で、その後は紀由井国ですね。萩国の次、紀由井国っていうのはじゃあどこだっていうと、萩から紀由井、ここは紀由井、
っていうのはちょっとここを行ってちょっとこう川沿いにこう上がるわけですね。北さんとも行ったから木さん木城って言いますね。木城で次が、うぬ国って、うぬ国ってのは木城の真北にある大野城っていうのね、うぬ国、うぬ、おうぬですね、おうぬ。そして最後にぬ国に戻る。ぬ国っていうのはその先ほど言った、岡本遺跡のあるわけですね。だからこうずっと流れとしてはこう行って阿蘇山の近く通ってこう行って、ね、湯布院の方行って一度宇佐の方抜けて、ずっと北九州の方に上がってって戻って今度葛の方に戻ってここの、で、この川沿いをずっと筑紫川沿いを下ってって最後また福岡に戻ってったっていうこうルートで考えると、きれいにこう音がね分かると。じゃあ最初の3つのね、島国、未百鬼国、伊予国はどこなんだって、月国ですね、その美濃国の先ほどの前のとこはどこなんだっていうと、いろいろ考えていくとこの美濃国の手前ですよね、考え方としては。つまりこのここに美濃国があるわけですから、この富山の近くに。じゃあその前のから、北の、でそこの島国とか月国とかこの辺だろうってことは有明沿いに、海沿いにここにあると。で、具体的にはそのですね、未百地国は吉野ヶ里のあたりを宮城って言ったんですね。だから宮城っていうのは未百地国で、島国、月国っていうのはこの辺ですね、竹針国の隣の、月国については、竹野ってところなんですね。高良山のちょっと東の方なんですけど、その辺を月国と、行ったと。月国ですね。で、その伊予国っていうのはじゃあどっちか。未百鬼伊予国は未百鬼の方の、こっちの方に、西の松浦国の間ですね、松浦国の間あたりに、岩屋とか、伊予国の伊予にいたようなあれがあると。そうすると、最初の島国はどこかっていうと、未百鬼やあるいは月の間ですね、見るの間だから、この辺のちょうどその、筑紫川沿いの河口域を島国といった可能性があると。で、実際その河口域のあたり、高良山の高後石の、ちょっと北あたりに実際にその、あれですね、島のつく地名が何本かあるんですね、やっぱり。何本かありましてですね、その島のことを島国と。要するに昔はもうちょっと改心してましたから、大きな港みたいになったんですね、この辺がですね。こういうふうにぐーっと、この辺まで海が来てました。でここは市町だったんですね。海進地図で見ると分かると思うんですけど、でこう渡るのに、島国っていうのが必要だから、島国というふうに名付けたと。そういうふうに考え方として考えると合理的かなっていうことなんですね。そういうふうに応用が効くというところで、最後にその吉丹ですね、あと朝鮮にまた戻りましてですね、先日ちょっとお話しした HLA ハプロタイプですね、白血病の時に使う抗原ですね、骨髄の血液型ですね、分析で、この図のようにですね、ある程度とその集団が捉えしてきた年代が、分かるという話をしたと思うんですけど、特にその弥生時代のあたりにですね、捉えしてきた集団がいると。でその中で一つだけちょっとおかしいのがあるって話をしたと思うんですけど、
これがその紀元後1100年ぐらいにちょうどここに見える3つのですね、あの渡来人が見えるわけですね。でこの1つっていうのが、まあ、B44 っていう丸、黒丸ですね。これがあるんですけど、これは B44 が韓国ではもう弥生時代には見えてるあれなんですけど、日本ではその中世のね、源平の時代にね出てくると、渡ってきてると、まあ非常に不可解な、ただそれだけ多く渡ってきてるってことなんですね、日本にね。でそのことを考えていくと、誰が渡ってきたのかなっていうことで考えていくと、まず渤海国っていうのがこの辺からちょうど B44 をね渡ってきたと、北朝鮮から渤海あたりか、こういうふうにこう言われてるんですけど、で渤海国っていうのがあって、これはその先ほどの魏志に出てくる高句麗って国の、まあ、668年に滅亡した後に、まあ、建てた国なんですね。で渤海国っていうのがまずあったと、ここで書かれて、でそれがその926年にこの契丹っていう国に攻められて、後の梁ですけどね、まあ滅亡するんですね。で、まあ、この時点でまず渤海の移民がね流れる感じなんですけど、ちょっとただ926年なんで先ほどの渡来から少し早いんですね。で契丹っていう契丹族っていうのは、まあ北方遊牧民で郷土に破られてきた トルコのね、トルコの子孫、まあ、今トルコつっちゃうんですけど、トルコ民族のトルク語の民族の子孫だとして、まあ、これ扶養とか高句麗とかも間接的には関わってるんですけど、逃れていって北魏に敗れて、うぬんかぬんして、最終的に、まあ、926年にこう支配者ですね、切ったりね。で、それが最初に領っていうなんですけど、この領域ですね。領っていう国なんですけど、それがまあ、大賀氏八兵衛とね、大賀、宇佐神宮の大賀ってね、ですけど、八兵衛が、行っていろいろ合同でね、まあ、戦闘とか強かったという話ですね。でまあ結構近いんですよね、北海道経由で行くと、特に東北とか東日本は朝鮮より近いですから、切ったのがね、北海とかこういうルートはまあ古代あったんですけど、まあ、特に平安時代ぐらいからもうこれで北のルート、北海道を通って青森に向けてっていうルートありましたが、交易ルートがあったようなんで、これを使ってで、この交易にもまあ関わってくるわけですね。で、まあ、その影響がどこに出てくるのかっていうのは まだ未知ですけど、当然北海道の歴史にも関係してくると思うんですけど、でそのちょっと契丹古伝っていうあまり知られてない、書物があるんですね。その契丹国が、編纂した古伝だと言われてて、まあちょっとそのね、出自が怪しいって言われてて、まあそれはそのどっか朝鮮のねお寺で、その日本人がね近代に行った時にその移してきたもんだっていう、まあだから全然信用ならないっていう形で、まあ怪しい書物だと言ってほとんど手が ついてない契丹古伝なんですけど、まあちょっと読んでいくと面白いんですよね、意外に。でまずこの古伝をの文書が左なんですけど、でこれは梁の大僧がですね、まあ奇跡が起きてですね、ある時奇跡に喜んで自分の祖先の神をねついて述べて、その自らの決意をね新たにして建立した、まあ神廟にね古書っていうのを、まあ、捧げる様子が描かれていると。でまあ梁の切ったのね時代の王様の書物だろうっていうのは分かるんですけど、まあ、その歴史が書かれてたりとかあるんですけど、その中にですね、まあ、意味不明なその漢文では読めないような詩文がですね、万葉集みたいな詩があるわけですね。これが3つ詩文なんですけど、ただよく読んでいくと日本語みたいに読めちゃうところがあって、この真ん中の図のですね、例えばこの詩宿詩譜はなやあきおこせいなめ受け光ゆセフリアブル、アシキガロからシフリハブルヤナナシロからこのヒモロギクアラムキナメとかってね、なんか万葉集みたいな、ね、なんか日本語みたいに聞こえますよね、こうやって読むとね。
で、まあ、実際分析してる人がいて、で特にまあただこの文にはほとんど訳が分かんないということで手つかずなんですけど、まあ、私が例えば受け入か理由を受け入をか理由を、まあ、受け入っていうのは占いですね、甲骨の先ほどの日本にもそのね、あの甲骨っていうか、ね、鹿の骨をねうんぬする占いが、占いを借りたってね、占いをなんか借りて、なんだ元気もあったんですかね、そんな風に見える。でその受け入はね、例えばその受け入制約って書かれて日本語のね古代でも、でそれは例えば高浜原を訪れた須佐の御事に邪心があるかどうかをアマテラスの御神ねに証明するときに須佐にさせたわけですね、受け入っていうのはね、そうなればこうなる、そうならないならばこうなるっていう宣言をね須佐がするわけですね。子供がね、5人目は僕の勝ちだとかね、僕は全然汚い子供持ってない、子供がね、あな要するに5人産んであなたより多く産めばアマテラスね負けに証明できるですね、その受け入のシーンが、まあ、まず書かれていると。でこのスサノオに似たようなね、スサナミコっていうのがね出てくるんですね、別の条文ね、スサナミコとかたくさんなんかスサノオみたいな発音のが出てきて、スサノオっていうのは白木のね、あの五津天皇と関係してね、白木系だって言われてるんですけどね、まあ、でその東の偉大なるものを、まあ、シュシクシフってね、王様最初にシュクシフが宣言するって、アナヤラキってね、アナっていうのはなんかまあ称賛するんですね、でシュクシフっていう王様の、まあ、別名ですねがウヌンカヌンっていう形になってて、サノの子孫がウヌンカヌンって、それとセフリアフルもアブルをね、まあアブル、アフルをアブルとすると戦木で動物の骨をね先ほどみたいに焼いて、そのヒビアルベルの時にあぶるわけですね、だからセフリアブルっていうあぶるかもしれない。で足はロキからは足は悪いかと、まあ良いか悪いかね占うわけですね、その足だと。でシフリハフルもまあホフルですね、ハフルはで生贄かもしれない、最近の時ね、まあそんな感じでこう善悪が判断残量になってってこともスサノオのね受け入れと同じですね。で最初のそれに続くコムヒロギクはコムを神とすればヒモロギですね、ヒモロギっていうのは聖木のことでよりしろのことですけど、コムヒモロギク、まあ、カム神って書きますけどね、神木に関わるコムヒゴロクアラモナキメで、最後こうなんかよくわかんないですけど、まあ目で終わるんですね、必ずね、何々しれとかね、何々しめさせ、しめですね、まあ、なんか願ってるわけですね、こうしてなれって言ってね、まあ日本語みたいだとこう見ると。でまあこんな感じでスサノオの話と似てるんですけど、さらに言えば上の文を見るとですね、今度イザナギイザナミみたいなね、あの文章を見えてくるね、一番上のですね、例えば2行目の落とさなき、目とさなきですね、いなめくもきなが、まあ、音が男の男のいざなぎ、落とさなきですね、目とさなみは、まあ、目と女の目との目とさなみのいざなみですね、いざなぎいざなみの夫婦のいざなみで、もともと目とだった感じだからね、目じゃなくてね、でいなめくはなんかこう目くだから、なんか恋をするね、例えばイザナギナミノが、まあ、成功して国をね、生みるシーンがありますけどね、そういう何だかメイクかもしれないし、国づくりを。